英雄星チャンネルの時間です。若藤です。西です。巨匠、これまたレアなもん出ましたね。そうですね、ちっちゃいジャンボマックスですね。ジャンボマックス。これは確か1973年ほどの8時だよ、全集も。そうです、もう一世風靡するぐらい人気者で。これあの3メートルぐらいのさ、そうです、そうです、着ぐるみなんですよね。会場によってはスレスレだったんですもん、ですよね。3メートルの当時ドルフで全員集合のコントにとかで、はい、生で出てくるんですよね。そうです、そうです、動くんですよね。で中に流しと張ってるんですよね。わりかし軽やかに動くんですよね。ですよね、はい、なんかひげ面で毛が来て、そうで、あのやっぱりね、デザイン的に勘違いの多くは、はい、あのハンバーグの宣伝出てましたよねって。なるほど、なるほど。大きくなれよっていう。 あれジャンボマックスですよね。違います。違うんです。違います。当時ね、はい、ああいろんなそのありましたけど、でも本当に私ら子供の時に、はい、あの 生放送の8時台が、はい、こういうものが実際出てきてる。そのもちろん SF でも特撮でもなくて、ね、そうですね。で喋るんですね、はい、まあ、強烈に思いがありまして、であとあの確か映るんですの CM に出てましたね。出てました。あの店頭にあのジャンボマックスのソフビがあって、カメラのフィルム何枚撮りとかに分けてある棚みたいなのが、ショーケースみたいなのが出てて、それ結構オークションでいい値段になってます、ね。ジャンボマックスのでっかいソフビがついてるんですよ。だってジャンボマックスの山口百恵さんとね、映るんです、はい、出てましたもんね、はい、濃い顔で本当に。プラモデルとかも出て、ジャンボマックスのプラモデルがあるんですか？出てます、出てます。それも大きいサイズとちっちゃいサイズと。まさか3メートルのプラモデルではないじゃないじゃないですか。全敗であるってやつと歩かないんですよ。彼は一体何を伝えたくてこの世に生まれたんですかね。何でしょうね。どんなキャラなんですかね。わかんないですよね。ですよね。デザインの元もわからないんですよね。だから出てきてすごい。だって当時ですね、こういうちょっとわけわからないキャラとか、筋肉マンとか、はい、あの本当のムキムキマン、ムキムキマンとか、はい、でクシャおじさんとか、そう、電線マン、電線マンとか、はい、なんか一時、どういうことって今から言えば、あ、そうそうそう、でもすごいインパクトあるんですよね、はい、電線マンはね、石森章太郎先生デザインで、元でもう正当なヒーローみたいなもんですけど、はい、ムキムキマンはただの筋肉質の男の人ですよね。なんかあのエンゼルかなんかで踊ってましたよね。そうです、そうです。金かけてましたよね、昔から。しかも、はい、今見てもなんか個性的な CM も多いし。そうですね、さっきあの丸大ハンバーグの、はい、大きくなれよもあるけど、
何泊でもいい、たくましく育ってほしいっていうのがあったじゃないですか。え、巨匠なんかここについてますよ、マンダムとかね。マンダムありましたよね、チャールズ・ブロンソンですね。いや、その時代の先駆けではないんですけど、このジョン・マックスがイラン時代をね率いたという。そうですね、 CM はまたね、僕かなり研究してます、ね、戻られますから、はい、皆さんまた楽しみにしておいてください、ね、はい、また紹介させてもらいます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。